ここがメイン制御端末。メイン装置制御。うん、よくわからん。ふぅ。とりあえずこれで、今から乗り込むってことかな？ガンナボリスの中に。なんかあんま顔っぽくないね、あれ。ありがとう、砂ざらしちゃん。その砂ざらしかっこいいね。ふんふん、ここからは私ということね。あー、爆弾矢なくならんくってよかったー。行ってきまーす。ほら、なんか顔超不気味。なになに、まだ動くの？とりあえず乗り込ませて。とりあえず乗り込ませて。乗れたの？なんか立ち上がったけど。座ってていいよ。ナボリス座ってていいよ。さあ、これでまたあれか、制御装置。うわ、いきなり敵おるやん。小型ガーディアン。え？ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。あ、そっか、これで、とりあえずいつでも来れるようにはなったんやね。うんうん。ああ、懐かしい顔だね。お、ウルボザ？あんたは必ずここに来る。私は、そう信じてたよ。なんか悲しいね。みんな死んどるってことやろ、これ。ナボリス、取り戻しに来たんだろ。そうそう。じゃあ、まず内部の構造を示したマップを手に入れるんだ。どこマップ？どれ？なんか知らんけど、今あれやね、宝箱が。あ、これか、これか。あれがマップの情報が入った誘導石だ。ほうほうほう。あそこへ行くんだよ。なるほど。じゃあまあとりあえずパッテイ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 。あー、やめてよー。相打ちになった。しかし私はガーディアンランスをゲットしたよ。何？あれかな、ここでちょっと普通の、あ、すげえ、あと一個やったんや、やば。普通の木の矢の方に、装備を切り替えとこうか。で、早速どこへ行けばよいのかがちょっとわからないけど、この下ではない。え、やっぱこいつめっちゃ歩きよりやん。めっちゃ歩きよりやん、こいつ。どういうこと？え、なんだ、どこに向かえばいいんだ、これ。わからねえけど。いきなりわからないですけど。ね。ふい。どこに何がある？とりあえずここ降り。何？何の音今の。降りたら足にたどり着く。足に行ってどうする？わからねえ。あ、こっち側にももしや。あ、なるほど、こっから入るんや。へえ。ほうほうほう。お、あいつか、さっき音がしたの。てい。んで？あれ制御装置？あれ宝箱よね。取りたいな。これ何？え？撃ってみたけど別に何も起こらねえ。とりあえず、あれも宝箱か。なんでそんなところに。取れねえ。これは、
マグネキャッチとかでも取れない？あ、取れるやん。あ、これは引っ張っ、ブチッとかならないの？これ取れない。ねえ、取れない。これ何かしら仕組みがないの？取れないんですけど、どういうことやねん。わからん。ブラブラなるけど全然取れん、あれ全然取れん、あれ。この緑のはなんか意味あるんかな。早速、あ、この上に上がれる、なんか。この上に上がれる。どうやって上がるんだ？普通に？いや、上がれませんけど。やっぱこれ何かするってことか。何すればいいんかな。この辺なんかマグネキャッチできそうなものはない。ということは、ビタロック。さあ、ビタロックで止めれそうなものもない。あれ、ビタロックで止めてさ、ブチって外せるんじゃない？こう、勢いつけてさ。どうよ。はっ。ビタロック。え、そして？全然なんですけど。びっくりするぐらい全然なんですけど。あ、あっこ下になんかある？あ、違う、あっこから上がってきたんか。待って。外から。わからねえ。これ、この緑のは一体何なんだ？とりあえずこっちに来てみた。このし、違う、下から登ってきたんよね、私。そっかそっか、登ってきたんだな。登ってここに来ました。あっち側なんか渡れるか。あ、待って、落ちまーす。落ちまーす。何？どうやって行くの、これ。いけないんじゃないの、これ。あそこになんかあるね。違う、模様か、あれ。普通に模様か。なにこれ、落ちる落ちる。お、うわー、一瞬、お、足いけるやんって思ったけど、全然違った。え？迷ったぞ。しかし、あの辺なんかからくりが。何をどうやるのかは全く、わからないけれど、この辺から上がれるとか。上がれねえ。上がれねえ。あ、待って、ここから上がれるんじゃない？え、なに？普通に上がれるやん。何しよん。普通に上がれるんですけど、受けるー。これは？シェイカーストーンを確認しました。起動していない制御端末があるため、あ、これがメイン制御装置。なるほどね。これがメイン。おお、びっくりした。はっ。てやてやてや。お、くそ。あいうち。イェーイ。ん？びっくりした。何の武器も持ってないんかと思った。ガーディアンナイフね。ほうほう。
これはどこへ向かえばよろしいのかな。とりあえず、落ちる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 、あっち側も行けるんよねこれ多分。ほらほら、ふんふん、いけるいける。なんかいろいろと行ける場所ありそうやな。ここがメイン制御端末、メイン装置制御、うん、よくわからんメイン制御端末。え、背後に、あ、やっぱりなんかおると思ったよね、こいつ。斧的なもの持ったやない。はっ。ガーディアンランスが壊れそうだが、私はガーディアンアクスを手に入れた。お、小型ガーディアンが装備する武器、幅広で薄い刀身は古代の力によって作られており、高い攻撃力を持つが構造的に壊れやすい。あ、向こうに掘り投げてしまった。ちょっと待って。はいはい。古代のバネと古代のネジね。じゃ、一旦これ壊しといて。あれ？壊れね。一旦これ、よし、壊しといて、ガーディアンアクスゲットを。わざわざ壊さんでもよかったかもしれんけど。一応ね。これ上に上がれる？こっち上上がれ、あ、上がれる。え？ほんで？もう怖い。あ、宝箱。お、爆弾や5つ。こんだけか、ここは。こんだけっぽいね。は多分行き止まりやね、うん、こっちはまあ行き止まりみたいやね。じゃあちょっと戻ってって、この辺の壊すとこないんやね。向こう側も別に行けそうにない。ここはもうこれで終わりか。じゃあほう。ほんで、あそこにもなんか目玉あるんじゃない？あれ。どう？壊れた？イエーイ。あ、この宝箱どうやって？なんか動かせるってことよね、多分。何をどう動かしたらいいかはちょっといまいちまだ分かってないけど。次に行く場所、あっこかな？あっち。あっち側まだ行けてない。はっ。よし、これで。あ、これがマップね。マップ。オッケーオッケー。マップゲットシーカーストーン認証。マップの入力を開始。これでマップがゲットできるわけや。やっと。ほう、なんか筒状になったら筒状。ん？心中操作90度回す。心中操作が使えるようになりました。今回は鼻を上げるとかじゃなくて、体？よし。心中のマップを手に入れたね。手に入れたよ。マップをよくご覧。光っている印が神獣バ・ナボリスを制御する端末だよ。ナボリスを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。何個？また6個とか8個とかあるん？あんたならできるよ。そんな無責任な。この、あ、なんかこの中に、この中に宝箱あるんですけど、これ外から行くやつかな。ぽいよね。え、ってことはこれ、あっち側へはパラセールで行くの？あ、違うな。
違うな。じゃ、とりあえずここで体をひねります。90度回す。あ、なんかいろいろとよくわからねえ。実行。あ、あ、そういう、そういうね。ほう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 。これで。え、なにこれ、ずっと回るのこれ。あ、びっくりした。止まった止まった。びっくりー。これでなんか行ける場所が増えたのか？ん？増えたのか？ここは相変わらず取れないのね。相変わらず取れないのね。ま、ここになんか行けるようになったか。ん？ここさっきから行けとったとこかな。あ、さっきおったとこやね、普通に。ふい、落ちた。こっち側、こっち側多分行けんかったとこ。ここ。これで。これで。これでなんだ。特に何もないけど。うん、なんもないね。あの辺の宝箱とか取りたいんやけど、どうやったらいいかな。あー、なんもできね。じゃ、とりあえず、撮影した。何かしら撮影した。これで実行。お、あっち側が動いてるよ、あっち側が。これを、あ、これ、これ制御端末。え、よね、制御端末ね。え、ということやけん。この上にはなんもないやろ。とりあえず、ここの部分を、こう、回したとして、ひえー、恐ろしい。制御端末どこ行った？お、制御端末消えたんじゃね？え、ねえ、なくなったなくなった。制御端末どこ行ったよ。わからん。ちょっととりあえずこれもう一回回して。そこもう一回回して、あー、どういう角度なんだか分かんなくなってきた。ほうほう、こういう状態。そして、あ、宝箱やん、ゲット。騎士の弓ゲット。さっき弓矢いっぱいなくなったもんね。あ、ごめんね。ダメージ受けたわ。ダメージ受けたわ。これで、これで、あっち側？これで動いてんのはあっち側か。かしら、この辺に。あ、そう、これこれこれ、これやろ。
回回して、え、回ってます、あっちが回ってるな、ここか、うん、どこがどこなんだかも全く分かってねえや。これは一体どういう状態だ？はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。